こういうあのカーボンナノチューブっていうのは引っ張り強度が強いという、まあ、大きな特徴があるんですが、えーまあ、そのほかにです、ね、カーボンナノチューブは、えー、普通の材料にはない、えー、全く新しい性質を示すことが分かっています。例えば、えー、21世紀の自動車を動かすために最も必要な、まあ、燃料電池あるいは水素の、えー、水とあの酸素の反応によって動力を得る。 あのクリーンな自動車が今非常に注目を浴びていますが、えー、実はこの自動車を走ら,走らせるために必要なのはですね水素を実際に使う時以外はどこかに急増しておく必要があるんですねこれを水素急増と言いますで、まあ、各自動車メーカーはいろんな物質をこの水素急増に使うために開発しているわけですがこの中で最もまあ性能が良くて期待されるのはカーボンナノチューブですね カーーボンナノチューブのの断面図です、えー、黄色いが水素分子がですねこのカーボンナノチューブの内部にいっぱい入り込むんですねあるいはこのカーボンナノチューブとカーボンナノチューブの間の隙間に入ることがよく知られていてこれは非常に、えー、軽いしかも水素急増が高いものであることが分かっていますこの燃料電池の応用はですね今あの現在進行中の、えー、まさにまあ,あの大手 自動車メーカーがあの競って開発しているオンゴーイングのプロジェクトですけども研究開発ですけどももうすでにカーボンナノチューブがえ実際に利用されている実用化されている例を一つご紹介します、えー、それはですね携帯電話でよく使われる電池あのリチウム二乗電池といいますがの電池にすでにカーボンナノチューブが入っています、えー、ここに簡単に、えー、リチウム二乗電池の構造を示しています、えー、プラス極があのリチウムコバルト O2 というような 金属の酸化物を使っています、えー、マイナス極が通常これは、えー、グラファイトです、えー、黒鉛ですね。でリチウムイオンが、えー、左から右の、えー、電極に、えー、流れる時に電流が流れるわけですがこのリチウム、えー、イオンがですねちょうどこのグラファイトの相関にうまく挿入されてまた出ていくというプロセスを何回も繰り返すことによって電流が流れるわけですね。 でただしこれがですね何回もリチウムがグラファイトの相関に出入りをしているとグラファイトの相関がですねだんだんこう歪んでくるんですね。でそのためにリチウムが一度入ったけども出なくなったりあるいは初めからリチウムイオンが入れなくなったりするようなことが起こります。で、えー、もうこれは10年以上前にですねカーボンナノチウムの研究者がじゃあこの表面にでもともとこれグラファイト炭素物質なので。 カーボンナノチューブを少し塗ったらどうかということを、えー、提案して企業と共同研究したらですね実はこの表面にですね2%ほどのカーボンナノチューブを塗布することによってですね、えー、塗らない場合と比べて大体、えー、電池の寿命が数倍、まあ、4倍から5倍、えー、伸びることが分かっていますただし、えー、今までちょっとお話したのはカーボンナノチューブ自体の性質あるいはその応用例だったんですけどももっとカーボンナノチューブはですね えー、基礎サイエンスで面白い性質を持ちます実は、えー、カーボンナノチューブの表面というのはこの今動画でお,お示し、えー、しているようにですね、えー、一枚のグラファイトのシート六角形からできているグラファイトのシートこれをグラフィンと言いますがグラフィンをですね、えー、こういうふうに丸めてるんですねこれがカーボンナノチューブの側面です、まあえー、丸める時に大切なのは、えー、シームレスに丸めるってことですね ですからカーボンナノチューブの表面は六角形のグラフィンのシートを丸めたものということが言えますで問題はここからですこの左の丸め方と右の丸め方は同じグラフィンから丸めてるんですが丸め方が違います左の丸め方をキラル型と言います右の丸め方をアームチェアと言いますちょうどこの断面がですね肘掛け椅子のようになっているのでこれをアームチェア型と言っていますで実はこのアームチェア型のカーボンナノチューブは どんなノチューブでも、つまり太さ長さにかかわらず全て金属です金属というとみんな不思議に思うかもしれませんがこれ炭素でどこが金属かこれは驚くべきことに全て炭素からできているのにこのアームチェーン型のカーボンナノチューブは銅よりも鉄よりも今まで人類が開発した全ての物質の中で最も電流を流す物質ということが分かっています一方ですねこちらのキラル型はですね えー、丸め方が違うだけでこっちは半導体になります半導体というのは、えー、シリコンで有名な、えー、物質ですけどもある程度金属、えー、電流を流すしかしある程度、まあ、電流を流さないというか金属ほど電流が流れないということですね。ということは1枚のグラフィンシートの丸め方によってあるいはカーボンナノチューブの種類によって電気的な性質が全く違うんですね。 でこういうものがあるとです,、ね、すぐこれは、えー、研究者が頭に浮かぶのはじゃあこういう材料を用いてトランジスターを作ったらいいんじゃないかということですねで現にもうこれは開発されています、えー、コンピューターで有名なアメリカの IBM が最初のカーボンナノチューブのトランジスターを今から78年前に開発しましたこれがその典型ですね、えー、ここに黒く見えているのが1本のカーボンナノチューブですですから直径が1ドルメーターですでこれはあの 電解光合型トランジスターという、まあ、代表的なトランジスターなんですがトランジスターの本体にカーボンナルチューブを使っています、えー、細かいことはここで省略しますけども通常のシリコンのトランジスターに比べてですね性能が、えー、この時点7年前で、えー、2倍強良かったものがですね今では10倍程度通常のシリコンのモスフェットよりいいことが分かっていますというように今は えー、ナノエレクトロニクスの分野にもカーボンナノチューブが進出していますこういうカーボンナノチューブはですね、えーまあ、材料として面白いしこれからの、えー、と電気電子分野を支えていく、えー、非常に重要な物質でありますけれどもそもそもの発見の過程が非常に面白いんですね、えー、非常に偶然で偶然が、えー、きっかけでこのカーボンナノチューブは発見されました もともとはですねこのフラーレンこれから第2章でお話ししますけどもフラーレンという物質が盛んに研究されていった過程でですね偶然にカーボンナノチューブは発見されました、えー、これがあの実はフラーレンを作る典型的なアーク放電っていう実験のまさにそのフラーレンができている時の写真ですけどもこの実験のプロセスでカーボンナノチューブも偶然にできたんですね これを発見されたのが嬉しいことの日本人です。えー、飯島澄夫博士現在名古屋大学の特別招へ教授ですが今飯島先生がここで、えー、お持ちなのが、えー、カーボンナノチューブ、えー、です。で、えー、この発見は先ほど言いましたように、えー、ある意味では偶然にフラーレンの研究登場で発見、えー、されました。はい、でじゃあこの、えー、飯島先生が発見されたカーボンナノチューブ。 はえー、もともとフラーレンの研究登場で発見されたと言いましたけどもそもそもじゃあフラーレンとは何なのかと、えー、いうことを、えー、次の章でご紹介したいと思います。